皆さんこんにちは。今回は三好ふどきの丘ミュージアム常設展示室の見どころをご紹介します。これは三好市の矢谷墳丘墓から見つかった特殊器台と特殊壺です。現在の岡山県で多く見られるもので、古墳時代の埴輪の先祖と言われています。この特殊器台と特殊壺が見つかった矢谷墳丘墓は、広島県北部から日本海側に多く見られる四隅突出型墳丘墓というお墓です。特殊器台特殊壺や四隅突出型墳丘墓というお墓からは、かつて三好の地が瀬戸内側と日本海側の文化が交流していた地であったことを物語っています。これは世羅町内で見つかった銅鐸です。弥生時代、お祭りなどで音を鳴らしていた道具と考えられています。この銅鐸は近畿地方で作られた銅鐸の特徴があります。広島県内で発見され、今も残っている銅鐸はこれを含めて2つしかありません。これは三好市内の古墳で見つかった馬の形をした埴輪です。馬を飾る馬具が細かく表現されています。頭を上げ生き生きとした姿は、広島県内で一番かっこいい馬型埴輪と言えるのではないでしょうか。当館のマスコットキャラクター埴輪だもんは、この馬型埴輪をモデルにしています。これは庄原市の曲り第二号古墳で見つかった体を守るための鎧、炭鉱です。この古墳に葬られていた人が見つかっていたものと考えられます。常設展示室にはこの他にも三好ふどきの丘を紹介するガイダンスコーナーもあります。三好にお越しの際は、ぜひ三好ふどきの丘ミュージアムにご来館ください。